こんにちは、にぎる TV の寿司太郎です。今日はサーロインの肉が、上質なのが手に入りましたので、肉寿司をということでステーキと肉を用意しますが、私は握る方を専門なので、こちらを握りにしていきたいと思います。では、肉を触ってみたんですけど、結局ちょっと割れが入ってるので、ここをちょっと成形して握りに使いたいと思いますね。で、今日まな板にラップ引いてありますけど、普通魚用と肉用と野菜用って分けるんですけど、今日はまな板魚用の方式はないので、ちょっとラップを引きました。それで使い捨てができるようにペーパーの方のタオルで処理していきたいと思います。ちょっと裁断しますね。よいしょ。この辺を一回削ぎますかね。でここのところはちょっと後で他の食材を炙るときに油で使いますので、端材として取っておきますね。肉寿司用にですね、薄く削いでいきます。割れが入ってるんですね。こういう感じですかね。こういうふうに薄くしたものを握っていきますね。ゆっくりやりましょうね。あんまり焦っても、魚がメインなので肉を上手にというのが難しいかもしれない。これで握るっていうか、お寿司を作る時には4貫ぐらい取れますかね。どうでしょうか。では握りって言いますかね、肉寿司用に今回はカットしていきますね。この状態をキープして、ちょっとこういう感じで、こんな感じで一貫使います。あんまり厚く切っちゃうと口の中に入れて溶けてくれないので、ここで肉の炙りを作りますね。でこちらはちょっと成形しないといけない状態になってますので、これ後で重ね一貫で使いますね。この端材は合わせの一貫にしますね。よいしょ。これで合わせの一貫にします。これが5貫、4貫ですね。全部で5貫になりますかね。いい感じですかね。先ほど落としたところの端材、小さいところなんですけど、ちょっと脂身外して、この上をちょっと厚めに切らしてもらいますね。何をしたいかというと、ちょっと面白いことを思いついたので、こうしておいてちょっと厚めに切るんですけど、こう間に切り込みを入れますね。でこれを手綱こんにゃくと一緒で、こういうふうに手綱型にして、これを一貫握ってみたいと思います。そうすることによってシャリの中に種物とか、上にちょっと乗せたいトッピングのものが滑りづらくもなりますし、口どけも同じようなことになると思います。これ一貫だけちょっと試しにしてみましょう。でせっかくなんで、じゃあもう一回やっときますか。
普段はね肉をやらないので、ちょっと和食の遊び心でやってみましょうか。こういう風にして切り込みをちょっと入れて、こんにゃくと同じ、かまぼことかね、こんにゃくと同じように手綱型にして握ってみたいと思います。これ2回やってみましょう。先ほど外したこの牛皮紙ですね、あの油のところを、市販のあん肝ですけど、ちょっと握りにトッピングして豪華な握りにしたいと思いますけど、ちょっと油をここからもらいます。で、あん肝をソテーすれば味の方も一体感が生まれると思うので、ちょっとこの油を使いたいと思います。こんな感じですね。油出てくるので、まあすき焼きの時の原理と一緒ですね。ラードとかね一緒です。これは油を少し出して、油が出てきますので、こんな感じのですね。それで一回これこちらをそーっとソテーしますね。後でこれは握りのソテーさんですね。ちょっと焦げ目がつくぐらいの感じで、油を回しておくと肉と一体感があってね、いいと思いますね。こういう感じですね。よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じですね。どうですかね、こんな感じです。じゃあソテーがこういう感じですね、まあ、牛の油でソテーしてあります。塩コショウでねソテーしてあります。これあと握りの、まあ、肉寿司の上にトッピングして使いましょう。でもう一種類はウニを乗せたいと思いますけどね。では盛り付けにいっちゃいましょう。で最初のこの手綱にしたやつですね、これを握っちゃって、こういう感じですね。手早くやらないと、油がね溶け出しちゃいますよね。よいしょ、こういう感じですね。そうするとここにトッピングのものが乗っても滑りづらくなりますので、面白いかと思いますね。そうですね、手綱です。これ手綱です。サーロイン手綱寿司ね、すごいですね。であとはおかん、ただねシャリ玉握ってきますね。握る TV なんでね、ただ丸めただけじゃ握る TV にはならないですね、はい、でこのシャリ玉だけ今置いてますけど、あと上から薄いこの肉をかぶせて、そして上からもう一度香辛料などを振ってトッピングして、炙りますね。バーナーワークしましょう。まあシャリだけ握ってるっていうのはあまり見ることがないでしょうから、シャリだけの時にちょっとお見せしますけど、こういう状態ですね。中に空洞を作って返して、それをこうふわっと周りをこういう形で仕上げてって、周りは固まってるんですけど中は空気がちゃんと入ってるっていう形がいいです。
で肉を乗せていきます。これで肉を置いていきますね。先ほど端材を合わせたもんですね。かなり合わせが厚いところができちゃうといけないので上手に合わせていきましょうか。こういう使い方も面白いかと思いますね。では、トッピングの方ですね。一応先にわさびを溶いておきますが、先ほどのソテーしたあん肝ですね、牛の油でソテーしたあん肝と北海道産の、まあ、ウニですね、小箱って言われてる小さい箱ですけどね、まあ、品物も悪くないとは思いますのでやっていきます。わさび先にたくさん吸っておきましょうか。ウニとあん肝ソテーのトッピングですね。あと手綱の方を少し乗せますかね。これもこういう風にウニを乗せたいですね。これはあん肝ソテーのあん肝です。これだと握っても持ち上げた時に滑りづらいはずなんですね。肉が壁になってくれてるのでいい感じだと思いますね。油のようなね、こういうあん肝も珍しいと思いますけどね。肉の方に風味が少ないので周りにちょっとしたアクセントぐらいですかね、ちょっとつけといて、で炙ります。でも盛り付けた後に炙るので大きなバーナーでやっちゃうとこちらの握りがちょっと見た目も食べるとき悪くなるので、この使い捨てライターをで活用したバーナーですね、こういう風に火が細いのでこれはこういうふうに使いたいですね。こちらもこういう感じで炙りを肉の方に少しつけますね。あんまり炙っちゃうとね、肉の甘みもなくなっていっちゃうので、こっちは大きいバーナーで炙りましょう。じゃあ、あとわさびをのせましょう。少しね、中にわさびが入っていないんですけども、トッピングとしてわさびをのせていきますね。少し多めでも肉がカバーしてしまいますので大丈夫です。こちらはあんまり握りが大きくないのでね、通常のようなトッピングにしておきましょうか。このあん肝もポン酢で食べますけど、わさび醤油で食べる方もいますので、これはこれでいいと思いますね。あん肝の方ですね、こちらはこれピンクペッパーですね。
寿司ですね。サーロインステーキ寿司であります。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。